いや、お父さんに参ってよかった。散々喋った、お父さんに。はい。はい、じゃあ始めます、はい。お願いします。どうも。はい。じゃあ今日はですね、皆さんに、この我々が非常に執着の強い、はい、この財産について、はい、お釈迦様はどうおっしゃってるか。はい、まあ、それをね、二つのお経からね、明らかにしたいと思います。そう、まあ、お釈迦様ね、うん、あの私たち必ず死んでいくんですよね。そうですね。じゃあ一体死んだらね、うん、あの、まあ、できればいい世界に生まれたいですよね、うん、そうするにはどうすれば、はい、どういう心がけで生きればいいかについてもね、うん、この無私経というお経がありまして、子供のいないね、第二無私経というお経がありまして、まあ、その話を通してね、あのお話をしたいと思います。まあ、大元はですね、まずあの最初にこのダンマパダのお話からまず皆さんにお話をしたいと思います。まあ、世界でですね、一番多くの方に読まれている仏教の本、お経といったらダンマパダと言われます。北教というものね。北教と言いますのは、法はこれダンマ、まあ、真理。お釈迦様は我々に真理、真実を説かれました。うん、それをね、句、短い句、短い言葉にまとめて、はい、我々に真実をズバリですね、はい、教えてくだされた。そういうね、仏法の句を、ね、まとめたお経が全部で432ございます。その中の今日は355番目のお話をね、これを中心にして、今日1日ね、2回に分けて、この内容を詳しく話したいと思います。まあ、短い言葉の中にね、深い真理、まあ、今日皆さんが一応ね願っている、まあ私も皆さんもやがて死んでいきます。できればね、死んだ後ね、苦しい世界じゃなくて、やはり幸せな世界に生まれたいですよね、はい、その心がけというかね、その方法についてもね、実は示している。まあそれはね、この財産に対する心がけということで、うん、お釈迦様が教えた言葉が、ございます。まあたくさん北教であるんだけど、今日はその355番目のね内容ですね。まあちょっと分かりやすく、ちょっと噛み砕いた言語をちょっと噛み砕いて、お話をいたします。まあ今日はね、こういう本が以前出ましてね、なかなかいい本なんですけどね、ダンマパダ法話全集というのがありまして、これ全部で10巻あるんですけどね、あの426章あるうちの432のね歌をね、まあ、10巻にわたって本が今順番に出ておりまして、まあ、私もいろんな本読んだんですけど、これ非常に分かりやすくて、うまくまとまってたんで、今日はこれをちょっと参考にして、この中のね、一部を、まあ、取って皆さんにね噛み砕いて、これ非常にお釈迦様の教えですから、非常に大事なことがね、あのたくさん込められておりますので、今日はこれをね、皆さんと共に、味わいたいと思います。まず読んでいきます。まずこういう句であります。財産は無知な人を破壊する。下脱を目指す人にとって財産は問題にならない。財欲に絡まっている愚者は他者を殺すように自分自身を破滅に陥れるのですと。これはね、古今東西ね、多くの人はもうこの釈尊のおっしゃった通りに私はなっているように見えます。歴史調べてもね、身近な人を見てもね、この通りだと私は思って、今日はね、まあ、あの次回も込めてお話したいなと思います。まず私たちが特に執着の強いのはやっぱり財産なんですね。お金、はい、地位ね、特にお金なんか私たち執着、誰もが強いんです、ね、その財産を私たち、これ正しい認識を持つことによって幸せになれると、こうお釈迦様も教えるんです。まず財産は多くの人はね、無知と言いまして、知恵がない、これ愚痴と言います。無明とも言って、我々多くの人は明かりがない、知恵がない、真理がわからない、
のが我々だからね、財産持ってるがためにね、自分自身を破壊してしまうと、あなたを苦しめることになる人がいっぱいいる、うん、まあ子供がちょうど親が亡くなったら子供はね、うん、仲良かった兄弟がね喧嘩 ね遺産相続で喧嘩する人っていっぱいいるんですよね、うん、そうやね、無知な人はねもう財産によって喧嘩して苦しむ人もいっぱいいると、うん、でもねそういう中で、仏法を正しく聞いた人、私たちは下脱を目指す人となってくださいとお釈迦様はおっしゃるんです、うんうん、私たちは下脱を目指す、あの親鸞聖人はね、下脱の降臨極もなしと有名な歌で出てきますようにね、仏教を聞く目的は下脱だというのが仏教の常識でございます、ね、仏教の目的は下脱、うん、意味は下はこれは解放の解、うん、脱は脱出、あなたを縛っている縛りから解放されるね、苦しみが解かれる、あなたをねこの縛っているもの、これ執着ですけどもね、うんうん、この縛っているものから解放される、そして我々は生まれてから死ぬまで苦しみの世界にどっぷり浸かっておりますけど、その苦しみの世界から脱出する、うん、これが仏教の目的、うん、だから仏教でこれを下脱と申します、はい、まあ、宗派は異なれど浄土真宗といってもね、仏教の、求めている人はみんな下脱を目指すべきなんですね、うん、だからこのダンマパダはね、仏法者全員がね読むべき、また読んだらいい、そういうお経でございます。で、下脱を目指す人はにとってはね、財産は問題にならない。で、ことやって言ったらね、財産はね、借り物ですから、あなたを幸せにするために、生きるために必要なもの。皆さんが仏教を求めるために、あなたがこの世で幸せになって、下脱を果たすためにこの財産をね、有効活用する。これをね、下脱のために正しく使用する、この正しい使用法をお釈迦様はね、このあとね、この無始経で私、このあと説明したいと思います。ここではそこまで、書いてないんで、次のこの無始経と、あともう一つね、あのジャータカ物語、二つのお経をね、比較検討して、この真意をね、お釈迦様の真意を今日は明らかにしたいなと思っています。で、これあくまでも財産はこの世を生きるための手段であって、この世をね生きるためには財産は必要です。じゃあ貯金も必要ですよね、ある程度なかったらいけません。でもね、この財産を、ね、集めることがあたかも人生の目的であるかのように、いっぱいお金ある、だから幸せなんだと、こう思ってる方多いけどね、でもお釈迦様はズバリおっしゃる、死んでいくときには、うん、全部置いていく、ね、あの世にはね何にも持っていけない。そう、逆にねこれこそが俺のものだと思ってたらね、うん、臨終ものすごい後悔するという話が、実はこのね、うん、あの次の話にね、もう生々しくお釈迦様はねリアルに説いてますから、それを通してね、まあ過去の過去世の自分かもしれません、うん、今のその人かも分かりませんが、そういうことをね、まあ、反省の材料にしたいと思います。で、多くの人はね、財産はずっとね死んだ後もあたかも自分のものであるかのようにね、私たちはね思ってるんです、うん、でもね、仏法者はあくまでも財産は借り物だと、ね、肉体も借り物ね、ね、人もみんな、ね、うん、一時の出会いなんです。やがてあったものは別れていかねばならない。そう、ね、どんだけ集めた財産もみんなこの世にきれいに置いていかねばならない、うん、だから財産はあんまりね、あの問題にならない、うん、こうなってほしいんですね、できればね問題にならない。でもね、多くの我々は財欲に絡まっている愚者はね、うん、多くの人はこの財産欲にね絡まって、ね、お金お金お金と、うん、もうほとんどの人はもうね、うん、金儲け、年取ってもね、もう金儲け金儲け、1円でも儲かる方法ないかと考えている方が多い。
罪欲に絡まっている愚か者愚者はどういう行動を取るかといったらね、他者を殺すように自分自身を破滅に陥れると。この愚者はね、他人を殺すごとく、他人を殺すようにね、この罪欲によってですね、この執着してね、罪悪を作る、悪を作る、そういう実例がいっぱいあるんです、ね、自分自身を、破滅に陥れるのですと、うん、こういうふうにね、お釈迦様はおっしゃるんですね、うん、でこれは実はこんな短い言葉の内容に背景には実はもっと深い話というか結構長い話がありまして、まあ、それが、まあ、こういう話として次の話が残っております、ね、でこれをねちょっと分かってもらうためにね、愚かなね、お金持ちの話を紹介します。お釈迦様時代にね、まあ、遮影城というね、この城、これコーサラ国というね、大きな国がお釈迦様の、この生まれた国の横にあったんですけどね、コーサラ国だから名前がね、今からの話は経典の名前が総王部コーサラ総王第二部司教というね、ちょっと長いですけど、これは日本に伝わったお経じゃなくて初期経典といってね、お釈迦様が実際説かれたお経として、残されたお経、もちろんこれは漢訳でもいくつか残ってるんだけども、まあ、このお経は本来はお釈迦様が説かれた初期経典の中に収まっているお経です。今はもう日本語で翻訳されて、読めるようになっておりますけど、で無理やり名前つけたらね、1と2があって無子教といってね、子供のいない、この長者はね子供がいなかったんです。だからねみんな置いていくんです。インドではね、相続人がいなかったら、子供がいなかったら、王様が全部没収するそうです。だから向こうの人はね、とにかく子供が欲しいんです。そうしないとね、自分の財産死んだら没収されるのが嫌だから、無理やり子供を作りたいという思いも強いみたいですね。まあ、そういう制度なんですよね。それで子供がいないと書いて無子教と無子教ですかね、子供なしの教という名前が、まあ、無理やりつけられて、そういう話がここにね、残っております。まあ、どんな話かといったら、まずはねこの長者という、まあ、これは恵まれたものね、長者といったらお金持ちを言いますね。お金持ちのことを、長者と言います。まあ、ちなみに仏教でちょっと参考まで言いますとね、仏教では長者に3つあってね、普通はね、長者といったら 財産持ってるのが長者ですけどね、仏教ではねそれよりも身の長者の方がいい、もっと言えば心の長者が一番いいんだと、こんな分類の仕方もございます。意味から言ったらね、長者はこれは恵まれたもの、まあ、幸せな人のことを言います。今の日本語でも億万長者と言いますね。普通人間は我々愚者だから大体ね、財があったら幸せ、財があったら幸福だと思ってますね。もちろんそれも言えますよ。お釈迦様はね、財産をね集めること決して否定はされません。で贅沢してもねいいんです。ただこれを正しく活用したらいいんです。執着せずにね、まあ、今日後で言いますけどもね、これを人々の幸せのために使うならば、うん、大いに結構です、うん、有名な義子独音長者といったらね、すごい財産あったけどね、うん、人悟りを開いてね、うん、またこの財をみんなのために施したんです、うん、だから義子独長者といってね、孤独な人にみんなに寄付不正したんです、うんうん、であまりもねたくさん不正して、まあ、破産4回したそうです。あで4回ともね起死回生してね復活したんですよ、もうみんなにどんどんね上げて ね、もうなくなってもまたねそういう良い種まきしてるからね、みんなからまたね帰ってきてね、起死回生というか、こんな人も珍しいかもしれない。本当やね、4回も復活したという話が残ってますけど、うん、ねほんで
使い人でも100人か200人いたんですかね。もうかわいそうな人、うん、当時今と違ってもう奴隷というかね、うん、子供でもみなしごとかいっぱいいたんで、みんな面倒見てあげて、ね、そういう人をみんな助けてあげたんで、非常にまたみんなから好かれました。また伏せの精神が旺盛だからね、やっぱりね、伏せの精神があったらね帰ってくるんです。もうこれを実はここでおっしゃるんだけどね、で貧乏人は大体ね伏せしないんです。もうこれでケチ、人にはあげたくない、こういう人が貧乏になると。そう、ね、逆にね、お釈迦様も今日にいっぱいある、ね、このお湯をね前に前に、そういう人が恵まれるという話があらゆるお経にある。今日もこれ聞いてみましょう。今からね、どんな話なのか、そういう話が盛り込まれてます、はい、まず、まあ理想は、結論から言ったら財の長者よりもね健康がもっといいですよね。でも健康もやがて ね壊れますよ、ね、一番いいのは心が幸せ、安らかな心、安穏な心、ね、仏教で安心と言いますね、安らかな、これもともと仏教の言葉ですよ、うんうん、安心という言葉があります。これお経には安心とあって濁るんですね、安心、うん、安心欠如という言葉があります。まあ、安心、安らかな心がやっぱり仏教で目的とする、まあ、心心欠如も馴染みです。で心の長者、これを目指すんですね。これがあったら五章も大丈夫です、ね、だからあの執着を減らして心の長者になりましょう。これがお釈迦様が目指しているこのお経のね目指すところなんです。でも多くの人はね、心の長者になる道を知らんためにこういう事実をお釈迦様は紹介される。まず簡単に言いますとね、まあ、この、社営上の長者の話ですけども、まあ、この人はねものすごいお金財産あったけどもね、非常に貧しい生活をしたと。もうケチケチ人生で、もう普通の人とね、もうよりも劣ってるような生活をわざとというかねしたそうなんです。着るものも食べ物もね、乗り物もね、もう大金持ちの振る舞いできるのにね、そういうことをせずにね、もう本当に貧困な生活と同じようにしたと。ああすごい人だね。ほんで、で最後ね、亡くなった時に王様に全部ね、財産没収されてしまうんです、ね、でこれをね、実はね、コウサラ国の王様がね、お釈迦様に質問するんです、うん、ね、実は私ね、行ってきたんですと。一応この国の決まりではね、後継ぎいなかったら国が全部ね没収する法律になってたんです。でこの王様、この長者はいっぱい財産あったんでね、うん、この後継ぎいなかったんで全部国が没収して、それを今ねもらいに行ってきたと、うん、もう調べたらいっぱい財産あると、うん、でところがこの人は今言ったようにね、本当に貧乏な生活してね、うん、なんでこんなことになったと、うん、決して幸せと思えない、いっぱいお金がありながらね、ね、貧しい生活をして死んでって今五章どうなってるか、そこをお釈迦様に聞くんです。するとね、まあまあ、結論だけ申し上げますとね、この長者のね種まきをね、お釈迦様はね仕組みを通と言ってね分かるんですね。お釈迦様はね能力高いし悟り開いてるしね、あの過去世のことも分かるんです。それでこれ仕組みを通と言うんですけどね、でこの人はね、まあ、過去世でね、独覚ブッダといってね、過去世でやっぱり優れた方がいたんです。独覚ブッダという方にね一回お教えしたと。これ実は仏教すごいね、一回でもね尊いね徳のあるように教えましたらね、結構な功徳があると、本当かなと私思ってしまうぐらいのことが実は書いてまして、過去世でね独覚ブッダに一回ね伏せをして、でもこの伏せは素晴らしいからね、7回も天上界に生まれ、そしてね長者としてこの世でもね生まれたと。7回もね、ね長者として生まれた一回の伏せで、これはちょっとどうかなと思ってしまうけど、お釈迦様おっしゃった、お釈迦様は一回の伏せでこんだけの素晴らしい善果が得られたんだと。まあこれを真受けにしてね、実際励んだ人は幸せになってるんです、ね、まあ尊い徳のある方に布施をすると、その功徳はね
もう半端じゃない、後で言いますけど、ものすごいことがあるんです。この純粋な気持ちで布施をするとね、素晴らしい善果は来ます。ところがこの人はね、いいこともしたんですけども、悪いこともやった。それはこの後にね、ね、後悔したんです。こんな文太にね、布施するよりもね、あの、うん、自分のね、この、 あの家来というか、そういうことをやった方がね、ちゃんと見返りがあるとね、そういう使ってるもので使った方がちゃんと仕事をやってくれるから、分担やらん方が良かったと、うん、いうことで後悔するそうなんです。あ、まあこれがちょっと悪い行いでしょ、うん、せっかく良いことをしたけども、うん、やらん方が良かったというね、これ皆さんもないようにね、うん、不正をした後でね、やらん方が良かったとね、これはちょっとこれ悪業でございます。うん、あともう一つね、自分の財産をね、うん、この取られないためにね、うん、後継者子供いないんですよね。じゃあ次、弟がいた、弟が下手したら取るかもしれない。で、弟のね、息子、弟には一人息子がいたんです。あ、息子をなんと殺したんです。もう財産奪われたくないから。なるほど、ね、それで殺したことによって、うん、今なんとね、大共感地獄で苦しんでると、ね、そりゃそうだよね。こういう報いを受けて王様はびっくりするんですね、うん、それで、あのこのね、あのせっかく長者でありながら ね、結局財産を正しく生かしてませんよね。そうよね。それをこのね、リアルな話でお釈迦様はですね、このお経に教えてるんです。まだこれが骨格ね、今からもう少し詳しく、今からちょっとね、せっかくですから、あのもう少し詳しくね、第二無始経の話を今日はね、お話ししたいと思います。こういうふうに読んでいきますね。まずどんな話かと言いますと、ある日の真っ昼時ね、真昼ね、ちょうど12時前後でしょうかね、うん、まずコウサラ国の王様ね、コウサラ王が、この人ね、お釈迦様と同級生なんです、うん、結構ね、あの親しく話しとった、まあ、ただちょっと悪さもしてるから最後ね、息子にクーデーター起こされてちょっとひどい目に遭うんだけども、でも結構ね、うん、仏法に対してね、布施も頑張っとったし、うん、いいこともいっぱいしてた、うん、悪いこともしてましたけど、うん、でこのコウサラ国とお釈迦様との会話がこの総武経典に出ております、うん、どんな話かと言いますと、コウサラ王が釈尊に面会しました。で、一般的にね、この時間にはお釈迦様は人には会わないんです。お昼はね、なぜでしょうかね、会われません。でも国王はね、何か用事があったんで、あのそれを済ませてからね、ついでにお釈迦様にも挨拶に伺いました、うん、でお釈迦様は聞くんですね、こんな真っ昼間あなたはどこから来たんですかと聞きますと、国王はこう答えます。孫子様、まあ、お釈迦様、尊敬する先生ね、お釈迦様、私はね、実はね、今日ね、先ほど社営城という、これ城、社営城に住んでいたある金持ち長者のがのところに行きましたと、うん、実は長者が亡くなったんですと、うん、大金持ちが亡くなりました、うん、でもね、彼には子供がおりませんでした、うん、でもね、もう弟もなんかでも息子を殺したからね、うん、後継ぎがいないんで、それで相続する人がいない、この大きな財産をね、うん、王宮、城のね、王宮の蔵に運ばせてから、うん、その後私はお釈迦様のところに伺いましたと、うん、で、でまずね、金をゴールドを数えますとね、金だけ数えてもね、千万両、千かける万のね、千万両あったと、ものすごいゴールドがあったと。次、銀貨、シルバー、このシルバーの量は言うまではありません、ものすごい財産があった。それほどの金持ちだったんですが、彼の生活習慣は面白いと、面白かったですと言うんですよ、お釈迦様にね。まず食事はね、酸っぱいものを飲みながらおかゆを食べていました
貧しい生活で酸っぱいものを食べながらおかゆを食べていました。次、服はね、朝の布かな、朝のもうほんとボロい服だそうですね。朝の布を身につけていた。でボロボロになった牛車、あの牛車、あの牛車はね、これあの荷車らしいです、インドではね。で普通はね馬車に乗るんです。普通乗り物はね、豊かな人は、金持ちは馬、馬車に乗るんだけども、貧乏人はね牛車、いや牛車で荷物を運ぶ車に乗ると、こんな大金持ちやのにね、あの馬車でもいいのに自分は牛車、牛車に、が彼の乗り物でした。で、あとね、あの傘、これ今ではもうこのうちわみたいなもんで、傘の代わりにヤシの葉を使ってたと。まあそういう、とにかくもう一般ね、もう貧乏人がやってる生活と同じだったと。もう十分ね、お金も財もあるのに、そういう生活をしてこなかったと。でね、国王の説明ではね、この長者の生活はもう貧困のどん底だったと。貧困のどん底との人々と同じであったことが分かりますと。で問題はね、ここ億万長者なのに、なぜ貧困な生活をして惨めに死んでいったのか。お釈迦様は皆さんにもね、惨めな死に方をしないように仏教の教えがあるんですよね。それをちょっと分かりやすくこのお経ではおっしゃってますね。その理由を、お釈迦様が解き明かします。お釈迦様は知恵があるからね、今から解き明かします。国王、それはその通りだと。実はこのかなり昔、まあ過去世でしょうかね、かなり昔、実はこの長者はね、昔タガラシキーという独覚ブッダ、これお釈迦様の前にね、あの悟り開いたけどもね、人に仏法を説かない、これ円覚とも言いますけどね、一人だけ悟って、人にお釈迦様は人にも仏法を説いてますけども、悟ったけども、人に仏法が教えない、そういうブッダを独覚ブッダと言います。でもね、悟り開いているから素晴らしい方なんです。お釈迦様お経にはね、あの14通り、実はね、ちょっと面白いけどね、またいつか話したいですけどね、なんとお釈迦様ね、初期経典ではね、あの伏せの功徳をね、あの14通り実はね説いてましてね、あの面白いけどね、最高がアラカンといってね、一番功徳あるのはね、お釈迦様みたいに最高の人なんです。で下がった時に独覚ブッダもあるんです。でどんどん下がっていってね、一番最低が犬や猫なんです。畜生、だから畜生にもね、餌をやるとかね、これだけでもね、功徳は2倍だそうです。あとね、破壊のボンブ、悪人であってもね、破壊、戒を破る悪人でもね、10倍だとかね、本当かなと思うぐらいね、だんだんレベル上がっていくんです。これ何か言ったらね、徳のある人、心が汚れているね、動物や人間でも功徳あると。ましてやね、仏法を求めて心を清らかにしたい、そういうね、煩悩から離れていこうとする人はどんどんね、功徳がずーっと上がっていって、最高がお釈迦様なんです。だから実際この方もう煩悩から離れてますからね、結構ね、あの功徳あるんです。やっぱ仏教でやっぱりね、こう上に行けば行くとやっぱりね、財も大事に扱うし、あの感謝していただきます。稲荷にはそんなに感謝しませんわね、悪には感謝しません。やっぱりこういう全王力の方はやっぱりありがたくね、食べ物をいただいて感謝しますよね。でこのね、食べ物のおかげで私は悟り開けると、お釈迦様がこうおっしゃってますよね。私はあの最初ね、あのスジャータというね、あの父がいをくださった方がいたんです。釈祖、悟り開く前によく言いますね、スジャータスジャータというね、コマーシャルがありました。あれは人の名前なんです。スジャータがね、父がいをね、釈尊に伏せしたことによって、お釈迦様はね、生き返って、あのね、そしてその後真剣に仏道修行して悟り開くんです。だからこのスジャータのおかげで私は悟り開いたとね、お経にあります。だからそういう功徳があるんですよね。でそういうことでこの功徳を14通りに分けて説いてある。
その中で結構上のレベルの人に、ね、この王様は、この長者は不正をした、これが結構な功徳になったということで、今日坂様紹介されてましてですね、で、この人は一回お伏せしたことにがありますと。しかしね、でこれで結構な利益あるんだけど、しかしお伏せした後でこの食事は私の使用人にあげた方が良かったと、こう皆さんならないようにしましょうということですけど、あげた方が良かった、使用人たちにね美味しいご飯を振る舞ったならば、より一層私の仕事のために仕事をやってくれただろうにと、こう思ったんです。それでせっかくの不正行為をね後悔しました。それからこの人はね、財産を分割される恐れがあったために、自分の弟の一人息子を殺しました。ね、だからこれこのようですかね、ちょっとはるか向きいつかちょっと分からないんですけど、でもね、独覚ブッダに一回お教えしたことによって、功徳によって彼は7回も天上界、地獄に落ちなかったというかね、7回も天上界に生まれ、そしてでその残りの功徳の加水か、残りの功徳の残りの加法、まずこれ加法ですね、皆さんも人間界これ加法ですよ、幸せな結果です。天上界も人間とほぼ同じ、これ認定と言いまして、仏教では一応仏教が聞ける環境を人間界天上界と教えます。でも人間の方がいいですよ、天上界はちょっと聞きにくいです。でも一応聞けるギリギリの世界でもあります。一応前後の加法が人間界天上界ね、で、この7回も天界に生まれ変わりました。でその残りの功徳の残りの加法として7回ね、この遮影場で7回もこの遮影場で長者として生まれたと。この長者の結果はね、やっぱ過去世ですわ。過去世やっぱりね、独覚ブッダにね不正をしたことが、まあ、この結果なんです。だから7はちょっとね、あのラッキーセブンでね、数は関係ないかも分かりません、まあ、無理やりちょっと適当につけたか分かりません。でも多くね不正をしたことによって7回天上界に生まれ、7回ね、遮影場で長者として生まれた、この結果はやっぱり偶然じゃないんです。やっぱり不正という素晴らしい行いによって得られる。だからやっぱり仏教ではね、不正はねとても大事、まあ、参考までにね、あの仏教ではね一般在家の方でも悟れる世界を夜かと言いますね。夜かね、あの信内書には信心欠乗というのはね、諸事は初期仏教で言ったらね夜かのごとしとおっしゃってますね。夜かのごとし、人がいてね夜か、あの信内書がね摂取者の利益に預けしめたもうなるとおっしゃってますね。あれはここから信内書に取られたんです。あの夜かというのは信心欠乗とほぼ同じ、親鸞様は五と死とおっしゃってます、ね、私調べたんですほぼ同じです、ね、これはね悟りの流れに預かるんです、ね、悟りの流れがありますね。ちょうど川の流れに乗ったならば八正道の実践によってね涅槃の海に入るんです。そういう意味で流れに預かった結果で、親鸞様これを体験されてね、親鸞は摂取者の利益に預かったとおっしゃってるんですね。でこの夜かというのはね、お釈迦様時代も結構あったんです、まあ、いろんな表現があるんだけど、それ一つがこれ、不正を実践してプラス三宝をね、三宝に対する揺るぎない心があったら夜かですと、こういう方があります。三宝の心、いわゆるね仏法僧に対する揺るぎないね信心と、あとね不正、この施しの気持ち、これが非常に旺盛であったならば夜かだと、こんな言い方がお経にあるんです。もしくはここを言い換えてね、戒でも OK です。戒、誤解をしっかり守る、これも OK、 そういう言い方が初期経典にあります。だから昔はこういうことを頑張ってね、お釈迦様時代はなかなか瞑想できない方はね、在家の方でも悟った
境地がここで魚るかなんです。で今の日本ではこれを信心欠乗というふうに、信州では言いますけどね、これほぼ同じような感じ、まあ、ちょっと違うところもあるんだけどもね。 でこのね、境地にね、まあ、仏教ではおすすめする。で、このやっぱり伏せというもの、これやっぱり非常にいい行いなんですよね。だからこの、ね、たった一回の伏せだけでこんな人間に生まれたというね、こういう結果が得られたというのは結構なことですよね、うん、皆さんもきっとねそういう種まきを隠せてしていたからやっぱり人間が生まれたと思いますね。でただ、ね、この人は次ね、功徳の残りの花王として7回もねこの遮影城の長者として生まれ変わったんだけどね、お伏せしてからね、せっかくお伏せして後悔しなければよかったのにね、後悔したことによってね、結果ね、高級な食事を楽しむことに気が向かない、美味しい食事ね食べれないんです。この花王、この悪い種まきによってね、美味しいものを食べれるのにね、もう酸っぱいねおかゆばっかり食べとったと。またね、高級な服装をね身にまとうことに気が向かない、着れるのにお金あるから着れるのにね、ああ着れないと思ってね服をね着なかった。また高級な乗り物を使う気にならない、乗れるのにいっぱい財はあるのにね、まあたまに言いますかね、いっぱい財産あっても全然ねケチな人だから全然使えない人もたまにいるんですね。この世でもそういう人ちょっと私何人か知ってるんですけど、いっぱい貯金あるのにねもう出したくないからね、もうケチケチ根性でね、ね非常に貧しい生活してる方私ねちょっと知ってますけども、これもそういうことかもしれません、ね、で、乗り物も使う気にならない、あるいは贅沢にね、別にごよく楽しんでもいいんですけどね、ちょっとぐらいだったらね、でもね贅沢に御欲を楽しむことに気が向かないと、そういうことになったと、ね、あとね財産を分割されたくないがために自分の弟の一人息子を殺した報い でこれが罪ですよ。弟の一人息子を殺した報いによってね、これで彼はね何年も何十年何百年も何千年も何十万年も地獄に落ちて苦しみましたと、こうあります。だからこれ人殺し、殺すの恐ろしいですよね。意味はね、これはもう何回もね繰り返して地獄で生まれ変わったという意味ですけどね、後で注釈がありまして、これは何回もねこういう種まきすると何回も地獄で生まれ変わって苦しむということになるんだと。でもねその罪の残りかす、罪の残りかすがあって、残りかすの花王としてね、でも長者として生まれた、ね、これも7回生まれたけどね、7回ともね子供がいなかったと、これもそういう報いでしょうかね。7回ともねこの長者にはもう子供がいませんでした。それで彼の死後はね7回とも全部全財産が王様の蔵に入ってしまったと、ここ言いたいんです、持っていけないってことです。そういうことやな、死んでる時はね私たちはね、持っていけると死ぬまで思ってるんです。これ仏教聞かないと分かりません。人間ってね、死ぬまで自分死ぬと思えないんです。今のまんまで死ねると思ってるんです。だからあげたくないんです、ね、伏せができないんですよね。そういうことをおっしゃってます。だから7回ともね子供をおらんためにせっかく長者に生まれても7回とも全財産が王の蔵に入ってしまったんですと。で言われた、国王よ、高さな国王よ、あなたちょっと気をつけなさいことでね、国王よ、彼の過去の功徳はつきました、まあ過去伏せをした功徳はあったから長者として生まれた、我々もそうですよね、ね、まあ、皆さんは多分大事と思いますけども、やっぱり功徳がなかったらつきますよ、ね、人間に生まれたのにね悪ばっかりやって全言功徳を積まない人はね、功徳つきたら御所は大変です。で功徳はやがてねこの長者は尽きるんですね、こう言ってます。国王よ、
彼の過去の功徳はつきました、うん、で人間界で彼はね新たな功徳を積むこともありませんでした。言うことしなかったんですね。財産あったけどもね、人に不正することはあまりしなかったんです。新たな功徳を積むこともありませんでした。それで彼は今大共感地獄、大きな叫びのわめく、ものすごい苦しい世界で落ちて今煮られていますと、ね、地獄の釜で煮られていますと、こう言われた国王ね、一言じゃない、驚いて国王はね問い返しました。え、あの長者今大共感地獄に落ちたんですかって言いますと、釈尊は答えました、その通りです、ね、長者は大共感地獄に落ちたんですと、こういうんですね。でこのあとね、次の説法が大事ね、このお経の大事なところに、ね、今から言いますよ。次にお釈迦様はこのように説法されました、うん、まず穀物も財物も金銀も、ね、その他の所有物、ね、召使いも使用人も雇い人もその他の不要人も、ね、何一つあの世には持っていけません、うん、これ言ったのがね、夢の中集めた宝皆置いて豪にのうて一人出ていくと、これあのかつて浄土真宗でね、信心欠如した人が作った歌なんですけどね、まあ、大沼法隆の方が作った歌なんだけど、これと結構ぴったりきます。お釈迦様ね、何一つあの世には持っていけません、全てここに置いていかなくてはいけないのです。しかしね、次、人が体で言葉で考えることで何かの行為をしたならば、いや三合合ですよね、合ね、これを悪合じゃなくてこれを善合にするんです、ね、体と言葉と考えることで何かの行為をしたならば、その行為の過方はあなたの影から人から、影が人から離れないようにね、あのこの影はね過方なんです。で皆さん死んだ後もね影はついてきますから、あなたのやった業だけは二の手御所出ていくんですね。財産はみんな置いていきます、はい、けれどもね、業は二の手一人出ていくんです、ね、この真理をお釈迦様ね、この無私教でおっしゃってるんです。まあこれ当たり前の教えですけどもね、しかし人が体や言葉で考えることで何かの行為をしたならば、その行為の過方は影が人から離れないようにあの世についていきます。ですから人はあの世で幸福をもたらす善行為をした方が良いのですと、お釈迦様はね、これは一般在家向けの説法であります。お経で割と在家向け少ない、まあどうかな、まあ両方ありますけどね、これは在家向けの説法ですけどね。だからまあ皆さん一般在家にはね、お釈迦様はやっぱりあの世ではね幸せになってもらいたいから、あの世で幸福をもたらす善行為、良い行いね、功徳ね、良い行い功徳善行為をした方が良いのですと。であの世にね行く人にとっては功徳だけが頼りになります。で結論はね、この今日の結論はあの世には何一つ持っていけず功徳だけが頼りです。これでこのお経はね終わります。これをこの後次の講義であの詳しく説明します、この御心についてね。まずお経はここで終わるんですね。でここでもう皆さんうすうすね、長年仏教を聞いてますからうすうすおっしゃりたいことは分かると思いますけどもね、ここを今日はね深掘りをしていきたいなと思うんですよね、うん、でちょっと読んでみますよね。まずね、あの贅沢は人生の目的ではない、うん、これ結構皆さん間違ってます。世間ではね贅沢することが、車ならばね、ね、外車乗るとかね、この装飾品でもね、ね、私なんか時計なんか何でもいいんですけど、中にはね
高級時計をつけたらいいとか、服でもね、あれこれ安物のスーツですけど、何十万何百万のスーツを着たらいいとか、いい人多いでしょ、靴でもね。でもそんな私じゃないんですよ。でも仏教はズバリね、贅沢してもいいけどもね、贅沢は人生の目的ではないと、こうはっきり言い切りますね。で我々はね、家族や財産のしがみついて生きてますけどもね、それは最後全てはね捨てる羽目になるんだということを知らねばならない。でそこでこれを今から話しますけども、これを分かってもらうためにね、この2ついい歌がありますが、最後これをねちょっと説明します。私昔この言葉聞いて結構感銘受けた言葉なんですけどね、こんな歌があります、ね。まあ、これも大沼法隆さんという人が作った歌ですけどね、なかなかいい歌いっぱい残してるんです。まあ、今日のこの内容ね、歌で聞いたら割とね心に染み入ることがありますから、歌にうまくまとめてます。まずね、この人生というものはね、思惑も立てた計画皆崩れ、夢の浮世と知らされたとあります。これ最後わかるんです。これをね死ぬ時にわかるよりもね今わかったらいいなと思います、ね、人生といったら ね思い通りになることが人生と思ってます、思惑、うん、でもねいくら頑張ってもね、人生はねやはりいろんな因縁がありまして、うん、思い通りにならないこといっぱいありますよ、ね、思惑ね、こうやれば幸せだと思っていた、また立てた計画ね、人生将来設計を立てていろいろね皆さんも立ててきたと思いますけど、でもほとんどの人がみんな崩れるんです。めったにいない、人生も本当順風満帆でした、本当に思い通りになりましたという人はねほとんどいないと思います。お釈迦様は人生は苦なりとおっしゃってね、よく人生観察すれば人生はね思惑も立てた計画みんな崩れるんです、夢の浮世なんです。まずこれが分かったら実は悟りなんですよ。仏教ではね、人生苦なり、ね、一切の行は苦であると。これ分かったら悟りなんです。ね、だからそれをまた知ってもらいたい。分かるからね、下脱を求めたい気持ちになるんです。なぜこれを求めるかといったらね、このまま生きとったらもう人生苦しみで終わる人がほとんど。この人生の苦しみで終わる人生を幸せになりたい、少しでもね苦しみから解放されたい、苦しみから脱出したいと、うん、そういう気持ちを起こすのが仏法を聞きたいところ。皆さんはね祝禅があったから、過去にやっぱりそういう禅業が苦毒があったからね、こういう仏法が聞ける。ただそんなに多分一般で比べたらね、ね財産に必死で多分しがみついてはいないと思いますね。うすうす変わり者だとは分かってると思います。でも仏法を聞かないとね、本当にこの長者みたいにね、もう本当にある意味悲惨な人生で終わって、この世だけじゃなくてね五章は結構厳しい世界に行く人もね仏教ではあるんだとおっしゃるんですね。まあ、結局執着なんです。仏教はこの執着を離れていく教えなんです。だから仏教を聞くときはやっぱりね執着を離していく、この説法にはそういう力があるんですね。仏法力にはね、まあ、阿弥陀仏の本願の力にはね下脱まで導くね、そういうね働きが私は降り注がれてると思います。ただ信頼書にはね、下脱の降臨極もなしとね、全ての人にね下脱の降臨光の輪はね極もなくねあらゆる人々に注がれてるとおっしゃった。これ親鸞がそうだから皆さんもそうだと、こういう思いでねおっしゃったと思いますね。だから必ず執着できないようにね真理を知らせてね、やっぱり仏法を求められるように、下脱を目指せるように導いてくださってると思いますね。だから私たちもね、私もそうですけど、やっぱりそうだなと思いますよね。夢の中、人生は夢、これも同じね、人生も夢と分かったらもうね悟りみたいなもんです、ね、人生は夢、お釈迦様の言葉です。夢幻ね、当てにならない。集めた宝、一生懸命貯めた集めた宝、みんなきれいに置いていくんですよ。 そして、うん、持っていくのは、うん、ね、五二の手、
今まで作った三合だけ、これができれば良い合にして、うん、ね、良い合にして持っていけたら次は人間界か天上界。でもこれがなかったら五章は三幕道、地獄垣畜生へと落ちていかなければなりません。業に乗って一人で行く、これが多くの人の五章の一大事であります。でそれをもう少し詳しく言ったならば、思惑もね、立てた計画ね、みんな崩れて、人生は夢の浮世と知らされた、まあ、これは真実としたから知らされたと言ってもいいですけどね、皆さんある程度は知らされてるんじゃないでしょうかね、これは分かった方がいいんです。これは浮世というのはね、浮世、根っこがないんです、浮いた世でね、あの不安定な状態、ね、いつどうなるか分かりません、いくら健康だと言っててもね、分かりません。諸行は無常、ね、夢の浮世だなとね、もう帰りふとしたらもう私たちね、事故で死ぬかも分かりませんからね、これは無常は同い年、いつどうなるかわからない。そういう中ね、仏教はじゃあどうしてるかといったらね、これ最後の歌はちょっと違うんです、まあ、最後の希望を与えた歌でもあるんですけどね、財産も名誉も地位も皆離れ、夢の浮世と浮世も爽やかに、これがいいね、爽やかに。普通ならば執着があって苦しい苦しいとなるのに、爽やかにね離れていける。真実はね、あらゆるものは執着できないと知らされるんです。一応悟りといったらね、夜か一応真理の一部分が見えた状態ですからね、私は無我だと分かり、このねあらゆるものはね執着できないと知らされます。ただ必ずね煩悩は離れていくと思います。すぐには無理だよ。でもだんだんね、あの仏法分かったらやっぱりね、執着できないと分かるからね、この肉体は借り物、財産も借り物、この財産はどう生かすか、この幸せのためにいかに生かすか、これが大事だと分かってきます。だから仏法を聞けば必ずね、財産も借り物、名誉もね、一応これ肩書きですから、地位も肩書きですよ、まああった方がこの世はいい場合が多いけどね、でもこれはあくまでもね、あなたじゃない、仮につけたね、飾りですから。ちょうどあの中身自信ない人はね、ブランド品を飾りますよ ね、 ね、中身自信あったら別にね、服なんかどうでもいいんですよ。でもね、自信ない人ほどで外見をね、この外をね飾るんですね。こういうね、財産とか名誉とか地位、別にあってもいい。実際仏法者はね、いくら持ってもいいんですよ。執着さえしなければ OK です。あの有名な大乗仏教で有名な人として、ユイマがいますね、ユイマ。まあ、実際あのそういう人物がインドにあったそうですけどね。ユイマ教という話がありまして、そこのユイマはなんとね、ものすごいお金もあるしね、財産もあるしね、遊女もたくさんいた。でも全然執着ないんです。もう結構高い悟り開いてるから、いっぱい財産名誉地位あった。お弟子たちを指導するぐらいの優れた能力もあり、抜群のものがあったんですけども、普通の生活、大金持ちだった。でも全く執着ないんです。だから問題はね、この財産があるなしじゃないんです。この執着があなたを苦しめる、ここが問題ね。結局あなたが苦しむのはね、執着なんです。執着さえ減らせば、心はね爽やかになれる。臨終迎えてもね、爽やかにね、にっこり笑って死んでいける。苦しむのはね、俺の財産、俺のもの、俺のものと、俺が俺が、この俺が俺がの我を捨てて、おかげおかげの下で暮らせ、これが仏教なんです。いろんな方のおかげで生かされてると、感謝の気持ちでね、みんな借り物、いろんな人が助けてくれたおかげで今私は生活させてもらってる、ありがたいことだということでね、もし余裕あったらね、あげたらいいんですよ、このね必要な人に。で私たちはね、必要じゃなくても持っておきたいんです。お金でもね、必要な人に渡したらね、すごい全国得ですよね。これならばね、独角仏陀にね、
この食べ物を一回伏せしただけで、こんだけの苦労買ったんだからね、必要な人に施したら向こうも感謝するし、ありがたく感謝するし、あなたの全国苦労になるんですよね。だから必要な人にね、そういうものはね、与えたらいいと思うんです。でも私たちは、ね、もう執着強くて、ね、俺のものとね、執着してるからあなたは苦しいと。だから下脱、つまり執着から離れた世界、仏教で自由と言いますけど、おのずからによる、ね、この執着の離れた世界、これが本当の自由です。これを目指すのが仏教であります。だそれで仏教の分かった人は、深く仏教が理解できた方は、ね、財産も名誉も地位も皆離れ、夢の浮世と浮世も爽やかに、臨終迎えてもね、さようなら、またね、また御所会えるかなと、分かりませんけど、実際はね、どこに生まれるか分かりませんけども、そんなに苦しまずに死ぬ。臨終苦しむのはね、執着が強いからです。お釈迦様はやっぱりおっしゃってますね、このいかに執着をなくすか、これがね問題なんですね。だから仏教を聞いたら、やっぱり念仏者はね、本来執着減っていくんです。絶対に減ります。根拠いっぱいしてます、ね、そういう信心があればね、執着が残ってますけども必ず減っていくと思います。だから臨終迎えてもね、そんなに苦しまずにね、死ぬことも可能だということです。だからここではね、まずはね、まあ、このダンマパダの話からですね、この無視鏡、子供がなくて財産に執着していたこの二の舞にならないようにね、正しくこの釈尊のお言葉に従って生きてくださいと。じゃあ次ね、これをもっと深掘りして、一応今日の内容はさらっと終わったんで、この御心よりで深く受け止める話をして、その後ね、ジャータカ物語というのもあって、お釈迦様の過去世物語もね紹介して、なかなか面白い話でもありますから、それをまた通してね、今日はこの、ね、財産の正しい使い方、ね、ここをね、ダンマパダ355をね深く掘り下げて、あるいはこの第二無視鏡も2つ重ねてね、これを深くね、この後、聞かせていただこうと思います。お願いします。はい、じゃあしばらく休憩を挟みたいと思います。